今日はここをスタート地点としまして、とりあえず夏見まで行って焼肉食べたいと思います。ではスタート。おはようございます。11時15分です。7月7日7月7日11時15分曇ってますね。今日は七夕は曇り空になっちゃうかな。今日はお休みです。まずはふなっしーパーク行ってみたいと思います。さすがに平日の午前中とあって誰もいませんね。よいしょ。今日はここをスタート地点としまして、とりあえず夏見まで行って焼肉食べたいと思います。ではスタート。ふなっしーパーク出まして、これから肉を食べに行ってみたいと思います。どのくらいかかるのかな。今日は曇ってるんですけど、雨上がりのためめちゃくちゃ蒸し暑いです。替えの T シャツも1枚持ってきました。もう汗びっしょりです。ふなっしーパーク出てから約15分、市場通りを過ぎて船場中の下の坂道近くまで来ました。さあ、この辺から坂が始まります。今4速、ちょっとここで3速2速まで落として上がっていこうかなと思います。よいしょよいしょよいしょ。竹やぶがすごい。3速でもぐいぐい上がってく。昔夏見に住んでる時、自転車で駅まで行ってる時は帰りここを登った記憶があります。結構きつかったんじゃなかったかなと思うんだけど、やっぱ電動すごい。頑張る。はい、左側船橋中学校です。あそこ中に大きい千葉くんがいる。入ってくと怒られるんだろうな。保育園だし、保育園にジジイが入ってくるのは絶対いけないことですからね。でも門のとこまで行けば見えたかな、もしかしたら。本日の目的地が見えてきました。ここです。正太庵、肉の正太庵に行きます。一人焼肉。神さん怒るかな、一人で来ちゃったら。ご飯おかわり無料。よいしょ。あ、自転車はどこ置けばいいんだろう。この辺置けばいいのかな。よいしょ。あ、ありますか。はい、あ、こっち、はい、ありがとうございます。はい、駐輪場ありました。よいしょ。よし、では行ってみたいと思います。手動。おお、はい、ありがとうございます。よいしょ。すでにご来店されたことございますか。あ、初めてなんですよ。はい、はい、わかりました。お願いします。はい、
こんな感じですね。すごい広々してる。2人用かな、これはね。一人焼肉と言っても広々な感じでございます。さてどのくらいで来るのでしょうか。あー暑かったね。約30分弱かな。ちなみにビールはいくらかと見ると、プレモルタオルエールで450円、税込み495円です。はい、はい、ありがとうございます。はい、もう来ましたよ。カルビと黒豚、お雑炊みたいの2つとお吸い物をついてます。まあではいただきましょう。はい、招待庵で一人焼肉してきました。美味しかったです。カルビと豚肉のセットいただきました。800いくらだったのかな、全部で。スイカ使えて美味しかった。ペイペイも使えたのかな。これからちょっともうちょっと北の方行ってみようかなと思います。体育館とプール、おー体育館変わらずです。プールもなんか綺麗になったんだろうな、きっと。ここは昔はどさんこってラーメン屋だったんだけどな。まだこっち校舎あるんだね。僕が通ってた高校です。船橋朝日高校、1年目、僕は第2期の入学だったんですが、その年からここの校舎が使えるようになりました。まだ1棟しかなかったんじゃないかな。もう1年目の体育なんてのはグラウンド整備と、となんかやるにしても向かいの運動公園でお散歩みたいな感じでしたね。楽しい高校生活でした。船橋朝日高校って言ったんですが、そこももうずいぶん前に船橋西高校と合併しちゃって、船橋朝日高校自体がなくなっちゃいましたね。まだ校舎は何かしらとして使われてるみたいですね。うわ懐かしい。よし、運動公園行ってみよう。ガーッタンガタンと運動公園。こんな駐車場ちゃんとしてるんだ。そりゃそうだよね、止め放題だったもんね。さっきも言ったようにね、高校の時の体育とかマラソン大会もここでやったな。自転車バイクでお越しのお客様へ、自転車から降りて通行、駐輪場ここか。よいしょ。運動公園来ました。あ、静かで涼しくていいです。焼肉のお腹いっぱいになって、それから程よく運動してます。今日頑張ってくれてる子たちです。ちょっとね、なんか
普段飲んだことないんですけど、今日はミルクの入った甘いコーヒーを飲もうと思います。陸上競技場からこっちは右下を見るとテニスコートです。と奥に見えるのは体育館、その手前のちょっと小高いところはプールになるのかな、そこは、最近来たことないから全然地形が分かりません。でも静かでいいや、自転車があるだけでここまで来れるんだね。いや、いい買い物しました。運動公園の前で歩いてます。気持ちいいですよ。ただね、蚊がいる座ってたんですが、ヤブ蚊に襲われまして歩き始めました。でも気持ちいい。湿気がなければすごいいいんだけどね。あと手が痒くなってきた。さあぐるぐるどっか回って帰ろうかなと思います。もうそこには滑り台があるようで、っかい、ほらスライダー、いろんなのがありそう、ここのプールは。運動公園ジョギングコース、今あっちの2番の野球場の周りを一周してきただけですけど、これと陸上トラックを一周ずつして 1.1 キロ、一周 500m も回ってないってことかな。今日の装備です。このマウントに GoPro つけます。これはサイクリングコンピューター、今日持ってくるの忘れました。で持ってここのシートを通して、バッテリーも通してロックしてます。でセキュリティ、防犯対策です。でここが何がついてるか分かんないと思いますが、アップルのエアタグつけてます。ちょっと泥棒さんもこれがエアタグだと分からないと思うんで、盗まれてもすぐ捨てられることはないと思います。海老川ジョギングロードに来ました。いやもう晴れちゃったもんだから、暑くて暑くてしょうがないです。高城橋来ましたよ、ダッシュファンの皆様。いやめっちゃいい天気。この間来た時は雷が鳴ってたしね。あんまりお天気のいいイメージないんだけど、いいとこですね、海老川のジョギングロード、のんびり歩かせていただきます。桜の木の日陰がね、いいですね。また桜の時期に来たいな。できればビール飲みたいんだけどな。来年の桜の時期にはコロナが収束してますように。コロナ収束されちゃってね、収束しちゃったら大変なことになっちゃいますからね、無職でいてほしいもんでございます。さっきから川辺ずっと見てるんですけれども、亀が2匹泳いでました。鯉とかね、そういうのがいるのかなと思ったけど、見えたのはカメさんだけでしたね。暑い暑い暑い。今1時37分。確かに一番暑い時間帯ですよね。でも風がやっぱり気持ちいいですね。木陰だと涼しい風が吹きます。さあ市場の中にもうすぐ差し掛かります。